EGT どうも、サグワでございます。というわけで、ただいま北海道にいるんですけど、俺ね、花畑牧場、この北海道の有名なお土産俺買ってたの。そしたら、みんないなくなっちゃったんですよ。ということで、今から探しに行きたいと思います。みんなどこだ、皆さんどこ行ったんだ。 Where is everyone? これさ、糸をさ、つっついて作ってるわけでしょ。多分ドレッドの作り方と一緒だわ。いわゆるドレッドってこういうことだからね。あ、いた、いた。あ、よかった、めっちゃ探してたんだよ。ずっとどこって一人で言ってたんだよ。えいよー、おいら今飛行機に乗ってるで。だから大きな声で喋れないけど、ちょっとこれ見て。バジャジャジャーン、ひじキャラメル、キャラメル、友達のために買ったキャラメル食べちゃいまーす。やばい、これはやばい、これはやばい。いただきまーす。うん、ま、マジうま。というわけで東京着きました。東京着いて速攻なんですけど、今から、リハがあります。ありえねえよこんなスケジュール。この前動画出したと思うんですけど、1月の26日にあるあのダンスのイベント、よかったら皆さん遊びに来てください。あれ、ハゲたジジイがいっぱいいるな。みんなハゲてる。いや、俺もハゲたらあそこ参加するから。もしもこれで俺が人のことハゲって怒るようなやつがいるんだらば、俺ネットでハゲって言われてるからね。今リハ中なんですけど、めちゃめちゃ恥ずいっすね。俺マジお揃いの靴下履けたこと一回もないんすよ。帰ってきました、今日は札幌から帰ってきてダンスのリハ行ってと、結構いろいろバタバタしたんですけど充実してました。スーパーデラックス感謝でですよ、この前動画上げたんですけど、絶対に酔ってはいけないクラブっていう動画撮ったんですよ。チレゴンチェ止まれ。その時ね、わかんないから画面割れたんすよ。最悪です。毎年恒例になってまいりましたが、年賀状のお年玉をチェックしていきたいと思います。今年もですね、たくさんの年賀状いただきました、ありがとうございます。年賀状送ってねみたいな感じで住所公開してたわけじゃないんですけど、うちの事務所の住所を調べてくれたのかな。みんなここにこう今年もやってくれんのかなとかいろいろ書いてくれてて、というわけで今年も年賀状のお年玉当たってるか見ていきたいと思います。今年の景品は何なんだろうね。今年はですね、なんと一部犬種限定でですね、東京オリンピックのなんか応援券があったりとかで、一等はですね、国内旅行または現金30万円、マネマネマネー。で、二等がふるさとの小包など、あ、これ毎年恒例ですわ。で、三等がお年玉切手シートというわけで見ていきたいと思います。もしも現金30万円ゲットできたら、船でも借りてみんなでパーティーしようか。というわけで見ていきましょう。いや、そう簡単に当たるもんじゃないからね。937626、ハズレやないかい。326678、3等、ひとみちゃん3等ゲットですよ。なんだこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ええ、怖い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 、お前何回送っとんねんって。また出てくるんかよお前、またかよお前。おい、何枚送ってんだよお前、お前絶対当てるぞ、おい30万これで絶対当てるぞ、よし行くぞ。おい、全部外れてるよ。出た、こいつめっちゃふざけてるわ。じゃじゃん、お前これ動画で俺チンチン出しちゃったやつやん。スクショすんなよお前。これイノシシのスタンプで隠してるけど、このスタンプ打つ前、お前俺のチンコガン見してんじゃねえかお前。次16、外れ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 585403、おおおあ、外れ外れ外れ、もう外れ。いや嬉しいわ、こんな年賀状もらえて。外れたー、外れー、外れ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 、ラスト1枚でございます。449501、外れー
はい、というわけで今年もたくさんの年賀状ありがとうございます。うちの事務所の住所分かんなかったと思うんですけど、いろいろ調べて送ってくれてありがとうございました。俺これさ、3年連続やってた、一回も当たんないってさ、当たり入ってないんじゃないのね、日本郵便。なんで俺日本郵便に怒ってんの。はい、というわけで皆さん今日の動画も見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた。ただいま、アマリソーム全国ツアー二次選考が始まっております。3月10日から27日まで全国飛び回ります。そして3月16日は、俺のバースデーバッシュ。そして4月の19日の東京もバースデーバッシュがあります。よかったら遊び来てください。ここの URL を読み込んだらチケット買えますよ、つって。